予報センターから台風の最新情報をお伝えします。はじめに台風9号なんですけれども、雲の画像をご覧ください。フィリピンの東海上にあって台風はゆっくり南に下がりながら発達しているといった様子が見て取れます。今ご覧いただいているのは今日の12時半から21時半までの動きを見ていただいているんですけども、だんだんと南に下がるにつれて台風の目がはっきりしてきているというような状況が見て取れるかと思われます。風の状況を重ねてみますと、現在中心近辺にかなり風の強いエリア、混じって、が集中しているということがわかります。衛星画像と同様な状況になっているわけなんですけども、この強い風のエリア、これさらに南に下がりながら動いていくことになりそうです。台風は今後も発達しながら南に下がります。このご覧いただいているのは海面水温と衛星画像を重ねたものなんですけども、フィリピンの東海上には30度前後の高温水温域あります。この中を台風が進んでいくということになりますので、発達を続けるということになります。今後の予想進路です。これまでこの白い線に沿うような形で南に下がっています。現在も南にゆっくり下がっているわけなんですけども、強さ、非常に強いという勢力に発達しています。このあと27日、明日ですけどもね、明日27日はこのポイントまで南下しますが、その後北上に転じるというふうに見ています。28日の21時、29日にはこの海域ですね、行きます。この段階で強さは猛烈なという階級になります。そして30日、この強さ維持しながら若干弱まりますけれども、台湾方面に向かうということになりそうです。台風9号は動き遅いですけれども、さらに発達を続けながら方向転じ、その後台湾方面に向かうことになりそうです。